やっと落ち着いて勉強してくれるだか。じゃあその不良みてえな格好ももうやめてけれ。わかったよ。うちではやめとくから。いつか学校に行くことになったら不良だと思われちまうだ。人前ではやめてけれ。修行の時だけにするよ。そうか。孫親子らによって地球はセルの魔の手から救われ、人々は平和な暮らしを取り戻すことができた。しかしその平和にもすっかり慣れてしまうと愚かなものが増え始めてくる。人間とはそういうものだ。セルとの戦いからおよそ7年が過ぎた。この静かな町の名はサタンシティ。事実はそうではないのだが、地球を救ったと信じられているミスターサタンが住んでいたことから町の名がそう改名されたのである。孫悟飯は16歳になっていた。住んでいる田舎には近くに学校そのものがなく、これまで自宅での自主的な勉強と通信教育で過ごしてきたのだ。それだけではと母である父がサタンシティにある高校へ通わせることになったのである。サタンシティでは武装した強盗がしばしば現れるほど治安が悪く、登校中のご飯が遭遇することもあった。そんな時、正義感の強いご飯はスーパーサイヤ人に変身し、圧倒的なパワーと技であっさりと強盗たちを退治していた。そして強盗を退治したご飯は正体がバレないようにそそくさとその場を離れる。人々はこの謎の正義の味方を金色の戦士と呼び、その正体について噂していた。また金色の戦士？誰かしら一体。あれから7年、高校生のご飯は正義の味方？時間取られちゃったな。急いで学校に行こう。よし、完全に遅刻しちゃったな。はーい。編入してきたご飯くんだっけ。あたしイレーザ、よろしくね。ついでにこっちの子はビーデル。驚くわよ。ビーデルのパパはなんとあのミスターサタンなの。え？
ミスターサタン？ほら、驚いた。そうだ、あなた今日遅刻してきたわよね。銀行強盗騒ぎ見てない？どうだったかな。金色の戦士が強盗を乗せちゃったんだけど。そうなんだ。でも。ああ、ビーデルの趣味は正義の味方なのよ。ほら、やっぱり世界を救ったミスターサタンの娘だし。この子強いからよく警察に頼まれたりすんのよ。そうなんですか。あなた、金色の戦士と背格好がそっくりね。正体がバレないような工夫が必要だな。相手を見て言えよ。そいつが強盗を倒せそうな柄か。このあとベースボールの授業だろ。そいつが強盗を乗しちまうようなやつかすぐにわかるさ。もっとも俺の球を打てやしないだろうがな。適当にうまく手を抜かなきゃ。母さんやブルマさんたちも僕の力がバレたら大騒ぎになる。難しいな、世の中って。